Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sur PC. Et on va tout de suite continuer avec la première mission de la voie du Yang, ou l'histoire de Naruto. Donc on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que oui. Attendez, une petite idée de visite fait. Et me revoici. Ah, ça fait décaler du coup. Ah non, c'est bon. Ok. Attendez, je regarde, j'ai pas bien vu. Ok, avec la technique secrète. Que je rejette un peu. Kakashi, tu as
Bon, celui-là il veut pas passer, on dirait. Et voilà. Ouh, nice. Toby. Hobbito. Ah oui, ça tient bien son nom, hein, derrière le masque. Alors, à détailler, qu'est-ce qui me manquait? Ouais, c'était la vie, encore une fois. Il faut 90%, je pense. J'ai pas essayé les ninjutsu, encore une fois. Que je leur ferai plus tard. Faisons celle-ci. Ah, j'aurais peut-être dû un petit tour au shop avant, on sait jamais. サスケの感触を見つけていた絶望、そのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼はあの4人を呼び出す生贄となってくれる。
ド転生の術。さあ来るわよ、すべてを知る者たち、先代のおかげたちが。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやす。今回は少し事情がありまして、彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉佐助、あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんと、サスケか。三代目、イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。東方を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。そうか、初代ほかげ、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。お前が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だ。それをこのわしが許すとでも。扉間、分かった。いやあ、すまんすまん。さて、里についてか。もちろん話してやってもよいが、ちと長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内葉マダラが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にいくつか。これはそうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのならここで
てからだな。激闘に続く激闘。まだまだ俺には、もはや限界が近く。互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Ah d'accord. Technique secrète inutilisable. Toucher une fois avec projection. C'est un compte 15 coups. Qu'est-ce que c'est la projection? Ah, je crois savoir. Ça. Qu'est-ce que la projection? Bon, c'est pas grave. Hein. Ça. Ouh là là, très mauvais. Flûte. À ramper du coup. Pas grave, je le referai aussi.決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりに、マダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供
供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように、忍びとは耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言った、マダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からんが、無限つくように里も忍びも国も民も関係ない。全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄が、あんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならば、なおさらここに留まっているわけにはいかん。果たして、初代おかげの話を聞いて、あなたの考えはどうなったかしら。やはり、刃をこの葉に向けるのか、それとも。許せ、サスケ。俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたのかもしれない。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺なら今さらお前に上から多くをはどっても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを、少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけ。では見せてもらおうじゃない。ウチハサスケ、あなたが起こす新しき風を。Ceux qui savent tout。OK。OK.OK, donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStel, prochain Team HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo!